こんにちは、トコチャンネルです。今日は、ちょっと前に買い物したね、折り紙。この3種類、セリアさん、ダイソーさん。で、買った、こちらの折り紙を使って、シェーカー平袋、作っていきたいと思います。で、これはね、ダイソーじゃなくてセリアで買ったんですけど、ダイソーにも多分、英語のね、クリアファイルじゃなくて、クリアポケットって名前で売ってると思います。こっちの方がちょっと分厚いのかなっていう気がするけど。まあ、どっちでも別にいいです。下のスパンコール入れるんで。で、あとは手持ちのスパンコール、マステ。で、蓋にするタグ。まあ、こんな感じのを作ります。タグって言っても私こっちにね磁石つけちゃうから、これ別にタグなくてもいいんやけど、シール貼るにははみ出すから、ちょっとね、したんやけど、厚紙に貼ったんやけどね。こんな感じのシェーカーで、パリパリを作っていきたいと思います。毎回ね、平袋作り方ちょろちょろ変えるんでね、私。で、これは、このフィルムは、幅が15の高さ17、幅15でカットしてあります。で、パリパリにするトレペはダイソーさんのトレペでもうちょっと縁ね、4辺、両面テープ貼ってあります。ちょっとどけときます。で、まずすることは、これをちょっとどけとくかな。あと、他に使うのね。マグネットタックピース、マステ、定規、ハサミ、ヘラ、カッター、フィルム製の両面テープ1センチ、もう忘れとった、5ミリの両面テープ、スパンコールとか、ビーズちょっとだ、今、そこに置いてないけど、こういうのね。あと、スティックのり。ワイヤーによってはボンドもあったらいいかなと。こんな感じ。こんな感じで、ガチャ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 。で、まず、この折り紙。幅を。13センチに切ります。いや。ちょっと早かれてね。ちょっとタックピース邪魔やな。13センチに切ります。なんでかっていうと、このさっきの見本で見てわかる、ここにね、1センチずつ、裏のトレペをね、折り返すもんで、幅が13センチになるから、13センチしかいらないんで、13センチは気持ち、ちょっと短めに切ります。12.9 か 12.95 ぐらいに切って、ちょっと置いときます。そしたら今度このセロハンの方に、フィルム製の両面テープ。この目がね、昨日、おとついからからなんかめっちゃ痒くて、左目がね、なんかもう、開けると痛い。いや、もうで、片目閉じとるとなんか、遠近感が全然わからんのよね。だからこの四隅にね、このフィルム製の1センチの両面テープ貼っていきます。よいしょ。うまく貼れるかな？直近こう。あ、ちなみにね、これね、ギリギリ今貼りたいんやけど、まあ、たまに両面テープがはみ出すかもしれんし、両面テープがインになるかもしれんで、気持ちはみ出すぐらいの気持ちで、気持ちはみ出すぐらいの気持ちでおかしいけど、いいからな。はみ出してもええぐらいのところで貼ってください。はみ出したらね、カッターで端きれいに切り揃えればいいだけなんで、長さが、幅とかが足りなくなるよりは、はみ出し傾向で貼ってった方がいいよという。なんとかきれいにギリギリ貼るのな。私ってうまい？そんなわけねえやろって。切るときちょっと見えんだらごめんね。見えるところで切ったんで。まだこんなことしとるでね、なかなかせっかくアンケート取ったね、
この企画が進めれてないんやけど、まあ、こうやってちょこちょこね、あ、そうそう、もうね、予定は立てとんの、スマートレターですよね。交換便会。ないけど、もう、圧倒的に平袋からしたいっていう人が多かったで、もう平袋でまずやろうと思っとんの。で、その平袋をいい、やべえと、どう基準にしようかなって。1個以上にするか、1個からいくつまでとか。うん、で基本はまあ1個でいいよって言うんやけど、でもさっき私平袋作るの楽しくてさ、絶対そんなんしたら私は1個じゃ我慢できやんと思ってさ、きっとそういう人おるんかなと思って、それでちょっとは、入れ幅をね、ああ、これはみ出した？ああ、めっちゃ斜めに貼っとるよ。うん、それはいいの。カッターで切り落とすから。はみ出しちゃったらね、はみ出しちゃった方を向けて、フィルムからはみ出してるところを、カッターで、シュワーって切っちゃえばいいだけ。音大丈夫かな？音は結構上手に貼れてますな。そしたら、今度ね、この、口をちょっと離れとるけども、角というところを一応、ね、当てて、切り落としてください。うん、ハサミでもちろん、こっちで切った方が切りやすいかなと思って。ハサミで切ってももちろんいいです。どうせ私みたいにまっすぐ切るんやったら、カッターで切った方が切りやすくないと思ってさ。きっとにやけどさ。もちろんハサミでね、直近していいですよ。普段は私もハサミなんでね。まぁ、ちょっとカッターでやってみようと思って。はい。で、できたら、まあ、とりあえず、こう、貼るんでね、貼る方向にしっかり折り目をつけてあげてください。間違えた。1個目作ったときさ、これ貼るのはこっちとこっちと、テレコになっとってさ、ちょっとバカじゃないと思いながら。自分のアホさ加減に呆れとったんだけど。よーいしょ。あ、目かゆい。目かゆい。で、これのね、表と裏が多分あると思うんだけど、で、この折っとる折り紙の向きに合わせてみると、多分表裏分かるんや。私ね、この分からんのよ。白いところに合わせてもどっちが表裏分かるんや。いまいち分からんもんで、だいたいこうやって見てね、あ、こっち上やなって合わせてね。で、こう貼りたいの。なのでこうですね。裏向けるってことですね。で、これが13センチよりちょっとちっちゃめがええわーって言うとのは、そういうことでね。これちょっと見ると、下がね、ちょっと長いで、ちょっとだけ本当に1ミリぐらい切り落とす。よいしょ。また向きわからなくなったら、これなんだし。どっちが上？こうか。違うな。こうやな。こうやな。あれ？なんかおかしいよ。あ、そもそも縦と横を向き間違えとるわ。違う？こうか。あれあれって言いながらさ、このマーク、こうやな、やっぱな、こうやな。
間違いなく縦と横こういう向きが出会ったのに、私こっち切って戻ったな。そういう時はまあ気にせんと行こうか。表裏だけ。なんちゅう言いかけんなやつ。こういうたまにはっきりに上下決まっとる時は皆さんミスらないでくださいね。他人事のように。よいしょ。この辺で曲げたので、ヘラ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 。よいしょ。ひゅー。ちょっと曲げて。で、下のね、ここで、この辺でいいかなというところで、貼る。よいしょ、貼る。よいしょ。縦の方が私は貼りやすいので縦向きにしまおう。で、貼る貼る。貼った時にそのヘラでね、しっかりこすりこすりこすりってするとしっかりくっつくから良いのに。ちょっと待って、なんか髪の毛が挟まってるよ。なぜ髪の毛が挟まった。ああ、びっくりした。なんか筋が消えやんと思ったら髪の毛が。私の抜け毛？困るな。そしたら今度は左右ね。また上がなんか余ってきとんね。さっき切ったのが間違いやった。ちょっと折れ曲げるところを調整しましょう。よいしょ。で、今度はね、端をね、ちょいちょい。ちょいちょいと、ちょいちょいとめくって、折り曲げる。ね。こっちもね。ちょいちょいと、ちょいちょいとめくって、よいしょ。折り曲げる。もう一個ね、このタイプともう一個ね、シェイカー考えとんで、別々でアップするけど、とか撮るけど。楽しみにしとって。よいしょ。そしたらまたしっかり貼り付ける。よいしょ。1センチもしたくないわって方は多分キッチンペーパーとかに貼り付けて半分で5ミリを作ってもいいのではないかと思うんですけどね。私もいちいちめんどくさいんで、もう1センチのまんまやっちゃってます。で、ここはまだ入れますから、まだです。表裏あっとんのかな、ちょっと疑問に思えてきた。どっちでもないか。で、ここにビーズとか、バンコールとか、入れます。うん、金魚ちゃんやで、何入れようかな。金魚ちゃん、もう、これとこれは入れんやけど、さっきお星さん入れたんやけど、花火やでお星さんでいっか。私はね、この100均じゃない、コンビニでもらうスプーンでね、入れてます。これでね、これね、つかないのよ。こうやって入れて、もう一個作るんですよ、遠いところ。これはね、ビーズじゃないのよね。なんか悩んだかな、忘れたけど。これね、めっちゃキラキラして綺麗なの。これはかさぎ使ってる。あ、ほんでね、もう一個。これ静電気起きるやん。で、この辺空気が、通るところへんに、思いっきり穴をね、2箇所、千枚通しで開けとくと、ここが、なんていうの、ピタってくっつかん、自由にこう空気が入って浮くもんで、
ポツポツって高さ出さんでもシャカシャカしてくれる。いやもちろん高さ出すときはもうそれに越したことはないんでね。その方が楽っちゃ楽だけど。まあこんなもんでいいかな。こんなもんでいいかな。まあいいか。なんで、なんで。今ちょっととんでもないことが起きたよ。持ったら蓋が外れた。これはとんでもないことが起きとるよ、今私の机の上で。赤いビーズが綺麗に散らばりまくっとる。よいしょ。入れすぎないやって話もあんやけどね。あ、あかん、もう。そんなん取っとったら時間かかってしまうのめんどくさいな。スプーンで取ったら取れるかな。もう取れやんわ。言うほど取れやん。けど、言うほどやっぱ取れやんわ。乗せて、ごめんね、撮影の最中に何ハプニングしとんねんって話じゃんね。マジでハプニングやわ、もう。ありえせん。しかも、でっかい、赤いビーズ。一時期ビーズをね、手芸屋さんに行ったらまとめ買いしてくるっていう癖があって。その時にね、多分買ったんやと思うんやけど。もうちょっといいビーズはね、多分押し入れの中におるはずなんよね。あの、スワロフスキーのとこね。あー、ちょっと大変やった。そしたらここね、外して、止めます。よいしょよいしょ。よいしょ。袋の場合ね、あの、何やったっけ、出っ張り、ボコンボコンって入れるよ、貼るよりは、逆にさ、高さ出したいときは逆に高さのある、あの、パーツね、入れたれば、その子も一緒に動かししてしまえば、袋の場合はね、いいのかもしれんけど。よいしょ。ちゅうことで、よっしゃ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 。で一瞬思ったより分からなくなったかもしれんけど、あの、こう貼ってある方がね、のりしろのある方が裏に決まるんでね、こういうふうに動きます。あの、穴開いてるから空気入るんでね。で、これちょっとどけときますと。で、次は、これ、え、これ、これっすね。うん、あの、トレペと普通の折り紙。こう、こう貼り付けます。5ミリ。5ミリ。下向きやんという話で。よいしょ。まあ、今回もね、また適当なね、あ、こういう向きやったら確かな。やっとるよな、みたいな。適当、ここを貼るよ、これな。あの、作り方しとるんで、みんな参考になればいいけど、ならんかったら無視しといて。よいしょ。この辺にね。はい、糸を貼りますと。そしたら、まず下1センチ。まず下1センチにちょっと折り目つけとこうか。わかりやすいように。あの、定規つけて切っとったるとね、めっちゃつきやすいんで。下1センチちょっと折っとこうかと。ね、で、次、
トレペ。4辺とも貼ったトレペ。ぐしゃぐしゃにします。ぐしゃぐしゃのシーンいつも出すのはね、もっと少し優しくする人もおればさ、そんなにシワシワってん人おるやん。多分そういうのが正しいんやと思うけど、私みたいにガサツぐしゃーってやっても大丈夫よっていうのを見せとるんですね。これ薄いトレペやでいくと、厚いトレペやと、ピシッてひび割れがいっぱい入るから、気をつけてね。で、私は前貼るときにさ、これ、うまくよう貼らんくてさ、なんか折り紙にシワが入ったんよね。理由は、丁寧に貼りすぎとった。適当に貼った方が、綺麗に貼れる。これやったらさ、多分、こっからこの辺やん。ちょっと上げて、ピッと押さえとくやん。横やったらこっちもだね。とこうやって押さえといて、だいたいこの辺ね。で、ピッて外して、で、適当に貼った方が、ここシワ寄らんのよ。で、この辺もそうやって気づいたのよ。こう2辺ぐらい外しといて、なんか来た、ちょっと待って、何が来るの？はい、郵便屋さんでした。さ、うちさ、アパートのポストがちっちゃいもんでさ、郵便屋さんが超真面目な人やもんで、入らんからって毎回ピンポンしてくれるんよね。不真面目な人やったらさ、はみ出してでも突っ込んで、取った時があるんよ。不真面目な人やったら、扉開けて斜めにガーンって突っ込んでってくれるんやけどさ、毎回普通郵便をさ、入らんからってピンポン鳴らしてくれるんよ。すっごい真面目な方やで、ありがたいんやけど、責任感強くて。ありがたいんやけど、一回言ったんよ。もう突っ込んでって、開けとってもええでって。なんならそこやったら自転車のカゴでもええでって言ったけど、封じするとダメですからって。真面目かって、ええことやに、真面目はええことやに。ええことなんやけど、ちょっと言うぞ気がしてよ、と思って。私、毎日のようにピンポンでも呼び出されとんのよ。もう辛い。これで言っとくと、適当にね、外して。べしゃーって。足はなんか取ったら全然いい、こっちはね。気にしない。こっちもね、ビャーって外して、シャーって。こうやって貼るとさ、表側にシワが寄らん。っていうことに気づいた。前回ね、シワシワにして、あーって叫んだ時に。でもなんかトレペの方にシワが寄っても、問題ない時ってあるやん。これをさ、際にするときは、際とか口にするときは、ここはなんとか綺麗にするか、もう一センチ折り曲げてね、ごまかす。ごまかすって下がったけど、ごまかすか。ないけど。まあ、こうやってね、トレペとりあえず貼ります。ここ、もういいです。折り返すだけなんで。で、ここからまあ、私の雑把なやり方なんですけど、まあ、一応ね、15センチで13センチの中身をね、作ったから、また目固めつぼっとった。1センチは折り曲げて良いと。よいしょ。1センチは折り曲げて良いだろうと。一応片方だけね。片方だけね。なんでかっていうと、もう片方は実際にやっぱ中身をね。中身、その、ウェーカーの部分をね、入れてみて、あ、これね、どこ行ったと思ったらここに行った。ああ。よいしょ。これの、あ、また定規が分からなくなったよ。どっちが定規やったかな。多分こっちや。縁につきまくっとるけど、そこなあんま気にせんでもいい。せんでもいい。私のね。ここにね、ここね、ちょっと突っ込んでもらって、そしたらこう、で、ちょっとやめね、ここからね。真ん中に寄っとってもらって、突っ込んでもらって、で、実際ここね、よいしょ。よいしょ。よいしょ。作業できる場所でね。入れてもらうと、多分ね、1センチよりは、こっちに見るか。1センチより短いはずなんだね。あ、折ってた。折ってた。で、この端に合わせてもらって、だいたいまあ上から、ちょっとね、ここがこうで、
上から下までだいたい幅、この幅ね、一緒ぐらいやなと思ったところで、まあ、折り目をね、つけてもらう。まあ、定規使えば簡単に折り目がつくね。で、実際に取ってもらう。こう入れたままね。そう。ここね、だいたい、パッと見た目で幅わかるけどね。受け付けた折り目で折ってもらうと。ここにこれが入るよってわかるから、OK。OK。そしたら、このね、これ置いたままね、これ置いたままで、ここさっき1センチ曲げたとこに、そこ合わせてもらって、合わせてもらった、ここに置いたままで、一旦伸ば。あ、伸ばす。いや、もう横かんでもよい。ごめん、嘘。邪魔やで、どけどこ。伸ばす。伸ばす。そうだそうだ。もうね、ほんとね、さっきのここの、ここまでしかさ、この被せるのっていらんやん。やけど、そこでどうのこうのって測っとんのめんどくさいね。この下のね、1センチ折り曲げたところから、もう、あんまり考えずにね、上まで貼っちゃいましょうと。そうそうそう、そう思ったの。簡単にやろうと思って。私が。私がって言ったやろ。ああ、で、下もね、ここ線から線の間。あと、ああ、もう、キルでね、線から線の間でいいんです。よいしょ。で、こっちも端からね。この厚みが気になる方はね、テープのりとか使ってもいいのかなと思うけど、どうなんやろ、私あんまテープのり得意じゃないでね、最近使おうと思っていっぱい買ってきたんやけど、得意じゃないもんで、つい両面テープをすぐ使ってしまうけど。そしたらね、この角いらんやん。ここはね、まっすぐでいいんですわ。ここまで。これ、ちょっと、本当にちょっとだけ斜め。3ミリぐらい、インに入れてから切るもん。ここから3ミリぐらい、はい、3ミリでね、ぐらいで、ちょいと。ね。で、ここは真横に、と。こんな感じでよろしい。ここもちょっと斜めでもいいとは思う。あんま急な斜めには、しない方がいい。また上下の向きがわからなくなったよ。こっち側で。今やったらまたね、こうやって叩きたい方だよね。今のうちに落とした人は落としといて、私はもう全然吸い取っても構わへんわと思うタイプで、真ん中に寄ってっていう風に寄せて、寄ってって言ってもおかしいんだけどね。で、まず買った方を、剥がす、ちょこっとね、ちょろっと剥がして、で、この貼るとこじゃないところで合わせて、で、ここで、あとね、と思ったら貼って、あとは、ピーって剥がしてもらって、この辺もね、こう持ったまま、ピーって剥がしていくだけ。で、ピーと。あ、ちなみにこのトレッペのサイズを忘れててね、これ A4 の半分です。A4 の半分。で、次こっちね。入れば大丈夫ってどういうことって言ったんだけど、ちょっとだけ剥がして、ここだけ貼って、あとはね、ちゃんと押さえて貼りましょう、みたいなね。ね。よいしょ。で、ここから先も、よいしょ。という風に貼っちゃいます。そしたらね、そこちゃんちゃんってして、ちょっと、てんてんてんって。まあ、だいたい取り取ればいい。だいたいって。で、あとは剥がして、貼るだけ。そうすると、もうシャリ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 って動くのができます。で、ここで、ここ入り口狭なった分、ここいらんやん。だって、ほんと、几帳面な人はもう、これ貼る段階でここ切り落としておいてもらえば、ここが必要以上に分厚くならなくて済むんやけど、めんどくさいやん、いちいち測ってどうのって。でも、こう貼ってから、こっちは開いとんで、ハサミ入るで、
取って入れて、このビニールよりも絶対上になる位置で、ブシャーンと切ってある。そうそうそう。ブシャーンと切ってあったら、これちょっと上に行っとくけど、この辺にこう巻き込んだったらええことやで。で、こっちは両面テープちゃんとついとるし、まあ、ギリギリ切れればギリギリをね。でもギリギリ切ってここに穴開けてスパンコールはみ出たら、アホみたいな。で、そこは、加減をしてね。よいしょ。こういう風に買っちゃいます。で、最後、蓋を取ってきます。で、蓋は、ここから、どの辺で、最終的な蓋を折り曲げたいか、こう折り曲げる位置を決めたいんやけど、またね、適当って言うとみんな困るやろ。それで、5ミリぐらいを目安に、今折り曲げたけど分かる？分からんな。だいたい5ミリ。買ってみたら見やすいよね。多分、ここからね、5ミリぐらい。平行しといて、こっち曲げた方が綺麗に曲がると思うので、ちょっとね、曲げ線ができると思うので、こうね、まっすぐになるように。どうやら5ミリになったかな？6ミリ。まあ5ミリやね。こうやって、折り曲げときます。そしたら、この線に向かって、一回折ります。この土地自体が斜めなことなので、ね、折ります。一旦、ここ、止めます。こういう時にテープのり使えばいいと。おう、そうや、ちょっと、かさばりすぎやんよ。テープのり。でも、心配やで。スティックのりも使っていい？スティックのりも使う。よいしょ。で、折り曲げます。はい。そしたら、次は、またこの線に向かって、見えない。向かって、折り曲げます。これはね、下が見えるようじゃなくて、隠れるギリギリ。本当に頑張ってギリギリ選んで。の方が絶対、ここ、曲がる、綺麗に曲がるね。ギリギリを狙ってね、曲げてください。こうやって。ここは両面テープにしたいな。やっぱちょっとテープのり不安や。両面テープ。なんでかっていうと、内側に、マステいるって言ったよな。内側にマステ貼らないからです。ここにね。段差をわざと段差にしときます。なぜか、蓋として折り曲げやすいな。だからここつけるのね、テープのりでも、さっき最初言わんだけどね、なんでもいいです。接着できるもんなら。で、曲げます。と、最初ね、曲げた後のところで、きっちり曲がるんですよ。ここに、なんていうの、段差がついてるからこそ、ここで、カクカクって曲がりやすくなるという。はい。で、ただ、裏は、やだ、ちょっと、このままやと、さすがに張りっぱやって感じになるんで、ここにマステを貼りたいと思います。っていうマステの、マステ、あった。どこからめくるかわからん。爪がないでめくりやん。よいしょ。これも下ろしたっけ。これもね、この前、セリアさんで買ったやつかな。なんか黄色っぽいのってあんまなくてね。しかも斜めに切ってるやん、私。まっすぐかな。そしたら、ここは境目にね。ちょっと処理しますと。よいしょ。よいしょ。こんな感じで。はい。ちゃんちゃん。全然ちゃんちゃんじゃないんだけどね。
すごい、何でもちゃんちゃで笑わせる人。そしたら、今度ね、この子どっちの向きなんやろ、ほぐした。ちょっとね。こういう向きやった。元のシートにね。ここにこう貼る形かな。13センチで 6.5 が真ん中に来ればいい。こんな感じだな。ということで、ちょっとね、印をね、ちょいちょいとつけておきます。で、この印をちょいちょいつけたのは何かっていうと、さっきのマスで、これね。またどこから剥がすのかわからん。バカー。あったあった。どこやったら線つけた今。ここから下がはみ出すとこやで、はみ出すところで足りる？ギリ足りそうやな。ギリ足りそうやな。よしよし。足りなかったら20と2枚貼ったって。ギリ足りそうやったんで、ギリギリしたった。そしたら、ちょっとマステをね、いらないから、いらない部分を、チョキ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 と、結構適当に切ってます。あー、出た。よいしょよいしょよいしょ。そしたら、ボンド。これはボンドでつけます。スティックのりじゃなくて。いいよ。はい、疲れてきた。次のシェーカー袋は次回お楽しみって感じかな。まあ、6.5 ぐらいのところやで、6.5 こっちか。変やねーって感じで合わせて、どっかの線に合わせて、こんなもんかなー。え、一個一個一個、こっちの方変やな。よいしょ。で、これをこのままそーっとって持ってきてないけどね。この辺かな。えい。まあ、ほぼ真ん中なら、いいです。別に端でもいいしね。デザインによってはね、斜めとか、なんかこう、アシンメトリーの方がね、いいっていう場合合いますから。で、見えるところにマステが来てればいい。ね、ギリ足りたやろ。ギリで。で、ここにマグネットタックピースを。この時にね、このタグをもっと出して、タグにマグネットつけるもよし、私あんまりマグネットがね、こっちに下がっていすぎるのあんま好きやないよ。いやもうね、自分の場合は、場合って言うので、場合は、この蓋にね、場合言うな。蓋につけます。こういうふうに。で、OK! めちゃめちゃシェイカーしまくれるみたいな。めっちゃ酔いそうやね、あんま激しくついて。このね、このダイヤモンド、なんていうのもやって、ダイヤモンドじゃないなんて、何だっけ。あ、ダイヤモンド型。これめっちゃ好きなの。キラキラ光る、今度。キラキラ光らへん。何見ようか。わからんか。まあ、実物はめちゃめちゃ綺麗。でね、これ、シェイカー見せたい人は、こう、角、ちょろっととかね、コラージュしてもいいし、もうここは線をこっちにするわーってしてもいいし、線でもええし、なんなら。ということでね、はい、これは一個出来上がりとします。もう一個作って三つ見せるわね。はい、ということでね、三つ作りました。これがね、作ったやつで、これが見本で見せとったやつで、これが最後に作ったやつね。みんなキンキラ、あ、光って見えにくいね。キンキラ入り。めっちゃ光っとる、これ。キンキラ入りです。みんなね、サラサラ動きます。シャラシャラ動きます。この子がね、一応見やすいよね。ただこれね、裏ね、トレペの白にしてあるから、こっちがね、トレペ素材の折り紙でも、
白貼ってあるから、この模様がね、白を入って見やすくなる。というふうにしてます。ただね、この子だけは、濃い色なんでね、背景、白でもあんま関係ない、みたいな。という。まあ、コラージュ全然してないですけど、とりあえずする予定ないです。ちょこっとなんかステッカー貼ろうかなと思ったけど、で、こっちにコラージュしようかなと思ったけど、なんかいいやーって。これはもうシェーカーで楽しむだけでいいやーと思って、これで完成としたいと思います。このままね、これでインスタにあげようかなって思ってます。また動画アップするときにね。今日ちなみに5月26日木曜日、もうすぐ17時なんやけど、明日も長い動画アップしとるで、ちょっとこう、間開けてゆっくりこれあげようかなと思ってます。以上で終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。